かりです。てるちゃん、服たくさんありがとう。あ、すげえ。あ、ピンクの服もたくさんありがとう。てるちゃん来るの早い、いつもすごい。こんにちは、早めに始めた。やんなきゃいけないことあるけど、もうやる、絶対やんないわ。もうこれやんないまま9時ぐらいに、9時10時なると思って、もうショルムしちゃおーって言いました。こんばんは。こんばんは。前髪切った。前髪っていうか全体整えてきた。もうメインは前髪。美容院行きました。意を決して気分転換に。めっちゃ合間時間になんか微妙に時間空いたけん行こうと思って適当に予約して行った。やっぱこれぐらいの前髪もなんか好きやな。どうですか。かわいいですか。今日はトリートメントとカットで4000円でした。結構でもトリートメントありだったら結構安い気がする。4000円泣きながら払ったけど、まあでもまあ全然その価値ありました。今日は髪切りました。髪を切りました。美容院いつも行ってるとこ行かなくなっちゃって、で最近見つけた、去年の暮れぐらいで見つけたとこも行こうと思ったけど、なんかアパレル店員なんですよねみたいなことを言って、その話ですごいそれを覚えてくれてて、すごい毎回私の仕事に関していろいろ話してくれるんだけど、私も全然アパレル店員じゃないから全然なんか気まずすぎてなんかやだなって勝手私の悪いんだけど思って美容院変えたんだ。で今日行ったら美容師さん STU っていうか美容師さん一緒に仕事したことある人だったから、ぶーちゃん福寿くんありがとう。あ
な予約の名前見てあれって思いましたけど、やっぱりって言って、お久しぶりですって言われて、もうやりやすい、やりやすい。すげえ楽でした。設定話も好きでした。いや、設定話1回目はいいんだけど、2回目から辛くなってくるよな。後ろの看板はこんな感じです。わからんか。まあさ、でもいつも美容師さんに謝るんだよね。ごめんなさい、髪型変えないし、染めもしないし、パーマもしないから面白くないですよねって。でも美容師さんさ、髪の毛染めたりさ、パーマしたりさ、なんかロングをちょっとミディアムとかショートにしたりとかさ、したいと思うんだよね。だけどさ、私そういうのない、変えたくないから、あんまり変えたくないけど、メンテナンスをしたいだけだから、でもつまんないと思うんだよね、私のカット。だから申し訳ない、いつも。ごめんなさいって。だから美容師さんを楽しませるためにもカラーとかはしてみたいけど、でも髪を染めて似合う自信がないから 染めたくもないけどっていう。そんなことないかな。でもさ、どれぐらい切りますかって言われて、いやー、3センチは行き過ぎですね、できればあんまり切らないでください、メンテナンスぐらいで、で初回で来るから、私が何しに来たお前って思われてそう 初回、しかも美容院にあんまり巡り合わないから、もう初回ばっかりでいろんなとこ行ってるから、もう不思議なことになっておる。なんかめっちゃ前髪にオイルつけてさ、おしゃれ前髪にしてくれたんだけど、このスカスカ前髪が見慣れなすぎて、もう今の流行りはこのちょっとスカスカらしい。確かにこの方がなんかちょっとおしゃれ、でもちょっと綺麗にならしちゃう。これは維持できません、明日からは普通に戻ります。わいはそういう前髪可愛いと思う。え、私も本当はこういうスカスカちょっと憧れてた。あ、すごい、しかも表面浮いてない。さす。いいです。この前自分で切ってなかった、よく自分で切る、かわいい、ありがとう。まあかわいいです、私はかわいいんで。うん、リンゴ、すごくいいと思う。うどんまだ食べない。10代に見えるでしょ。19歳ですって言っても大丈夫だよね、余裕だと思う正直。
19ですって言ってお酒断ってんの？すごすごい。大体みんな19の人がなんとか20歳にって認められたくてやってるのに、19ですってこと。確かに未成年ですって言われたら絶対お酒飲ませられないもんね。それめっちゃいいな。確かに断りづらい時ってあるんかな、やっぱ社会人の人だったら。私は余裕のメンタルでみんながハイボールでとか言ってるのか、余裕でウーロン茶でって言える人だからいいけど、言えない人はね、言えないよね。だから未成年だからって言ったらいいよね。空気感とかがねあるからね。でも普通の友達だったらバレるくない？同級生とかやったら誕生日で固くなに教えんかったらいいんか。美容室で社会人になりきって会話する？私と一緒。医者に止められてますってことあります。それもなんとも、誰は何も言えない。ドクターストップって言われたら飛び級。留年はとかさ、浪人はまだあるけど、飛び級なんだよさ。もう未成年で飲めないことより飛び級したの？っていう方で話盛り上がっちゃいそうだけど。くちゃん社会人ですよ。確かに社会人5年目だった今日めっちゃね、お好み焼き食べたくなって、今日お好み焼き屋さんの前通ったらめっちゃいい匂いしてね、お好み焼きの。めっちゃ食べたくなった。福ちゃんが生まれる前から社会人。ああ、まあそうか、そうだよね。えらい。私がまだよちよちしてる時から働いてんだ。髪サラサラでしょ？テンション上がる。でもめっちゃオイルつけられたからオフシャンプーしなきゃ今夜。なるべく美容院行ったし、冬だしさ、もう別に今日も今夜髪洗わなくていいかなぐらいのノリでいたけどさ、めっちゃオイルつけられたから、これ明日、今日髪洗わなかったら明日めっちゃギトギトになるから髪洗わなきゃ。悔しい。洗いたくない。この綺麗なまま明日ぐらいは。でもちょっとスタイリング剤つけないでくださいって言えなかった好み焼き食べたい。こんばんは。今日9時半ぐらいにお休みメール送れって言って、今日もう SNS 全部終わらしてるから、お休みメール以外嬉しい。 You know
有能ふくふくだね。インスタもう50投稿もたまったよ。50投稿もたまった。まだやった1ヶ月、12月1日、疲れんか、今日大変だったのから始めてまだ2ヶ月弱だけど、だから50投稿ってことは多分週に5本ぐらいは投稿してるよね。毎日とは言えないかもしれないけど、めっちゃでも あれだけど、昔の写真とかばっかりだけど、まあインスタは時系列関係ないもんね。青鬼よし、福田わら、ありがとう。ツイッターとは別物、そうなんや。だけん、自分のカメラロール見ていい写真あったら載せようと思って置いてるけど、文章がめんどくさくって 下書きにいっぱいある。頑張ろう。インスタフォローしてください。てか、まひちゃんが昨日1000人フォロワー増えるとか言ってたけど、結局全然フォロワー増えてなかったけど、一晩で増える、この夜に増えるみたいなの言ってたけど、まひちゃん全然増えなかった。おかしい。微増。うどれリング、今日めっちゃ早朝にうどんスタグラムやった。朝のツイート、なんか6時何分かに投稿したんだけど、朝ツイート、なんか6時台はやっぱまあゆるーく伸びてたんだけど、7時になった瞬間結構リプ来て、あ、やっぱみんな7時に起きるんだって思いました。うお、服たくさんありがとう。クルタン、サイン会ぶりです。サイン会で書きました。クルタンありがとう。すげえ。すごい。服。わっしょい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 。服わっしょい。めっちゃくれとる。ありがとう。ありがとう。すごい。ありがとう。めでたい。服がめっちゃ届いててめでたい。ありがとう。福田になれそう。まだね、示す編ぐらいしかゲットできてなかったから。服わっしょい。ありがとう、クルタン。すごい。めっちゃ自己紹介かな。私が福田です。こちら、福田です。自己紹介ありがとう。すごい、めっちゃ大量にありがとう。めっちゃ
助かる、ガチ助かる。今回第3フェーズまで目指してるから達成すんのめっちゃ嬉しい。ありがとう、すごい。福タワーありがとう。グーさんだいぶ近づいたんじゃないだろうか。なんかおしゃれなの描こうと思ったけどなんかうまく描けそうみたい。あ、難しい。ね、示す辺の上ぐらいまで来たと思う。絶対に来てる。やばい、ゲシュタルト崩壊しそう。やばい、収まらない。遊んでるんじゃないからね。失敗作を見せよう。こんばんは。今日あったかかったよね。割と今日マフラーなしで全然生きていけた。なんか北海道って意外とぬくいんじゃないか説出てきた、私の中で。北海道は絶対意外とぬくいよね。あんま寒かった記憶ないもん。できた。寒いんかい。寒いの今。そうなん。すごいよ。来るたんに見えるかな。服をいっぱいくれたことを表してみました。あ、見える見える。あ、意外と引きだったら見える。来るたん。これ全部。全部服。消したの方がいそうでした。ありがとう。ありがとうございます。待たせたね。やばい。
そう、こう自分描いてるときはあんま思わなかったけど、引きで見たら結構見える。いいんじゃない、これヘッダーとかに使えそう。 間違い探しにはなってません。ちなみに1個目書こうとして失敗したのはこれです。なんか微妙と思ってやめた。なんかちょっとおしゃれな生肉出す系の小居酒屋の玄関に貼ってやるやつみたい。 ありがとうございます。めっちゃ近づいた気がする、第2フェーズに。前回のライブの時より寒いよ。そうなの？ウルトラライトダウン仕込んでった方がいい？じゃあコートの下に。幅はあんま切れてない。寒い中、でっかい道。寒、この家寒って思ったけど暖房入れてなかった。寒い、寒いと思ったら寒いんだ。精神力で戦うな。そう、カラオケ配信しよう。暇だから。暇だ、暇じゃんね。めっちゃ訪れしそう今日。今のね、ショールームのランキングは、1位がファンサ。ファンサ？ 2 位がドライフラワー。3位が残響参加？ 4 位が夜にかける。5位がハム太郎とっとこ歌。だって。アニメ系が上がってきてますね。結構。ヘタレ歌を。まあまあ。世界が全て天井？あ、ラジオか。期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉、これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。不気になることない。辛くなってしまったら歩けばいい。休んだって問題ない。人は誰だって誰しない生き物だけど、変わってみたくなる。その声をきっかけに、ああ、やたれた
走ってみないか。さあ白くらい何が何だかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力でサコ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 気持ちいい自分に。せーの、頑張れ。必死なのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな？やるよ、僕も適当に。力の入れ具合誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかいてるやつとか肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで進むやつもいるってことだ。歩幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、またゴールを目指そう。ああ落ち込もうでよ、昔のまま生きててもいいけど、そう本当は昔はかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない、しらけてるだけじゃ逃げられない。それでも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 腰を上げて頑張れ、頑張れ。おずれしてる？してそう。褒めてもらえない、僕らの人生、そんなのどうでもいい、さやかやらないか。いくぞ。ああへたれたちよ、心で一丁走ってみないか。一度くらい何が何だかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分に。頑張れ。僕はずっと下手だって言われてきた。自分も下手だって思ってきた。ここで一回くらい頑張ったってそれわからないけど、なんかちょっとやってみようかな。下手れだってやるときはやるよ。じゃるるるるパーンじゃん。これさっき最後滝野とパーンってハイタッチするんですけど、いつも滝野の手がもう痛くて、もういつも手がビビビビ2曲ぐらい引きずる。いたたたたたたパーン。青りよし福10個ありがとう。最後タケノのハイタッチでビリビリその後2曲ぐらいもう手ビリビリしながら踊ってる背たれが最初に日本に来たら結構危険ですねふくありがとうございます。はぁ、あ、そう、割と強めのね、ハイタッチがね、繰り広げられる。透かしてやったらって確かに。
油断していた焦りまみれたジャージの上下焦点外で買ったコロッケハーフハーフハーフって頬張ってた不意に誰かから声をかけられて振り返ったその瞬間 Oh my god なんてなんてあなたがいた闇によってこんな状況でだってだって女の子だもん可愛い私で会いたかったのに夕日の中で微笑むあなたいつものような爽やか路線ベタッとした髪変なピン止め今の私はスピン路線恋をする方は後悔ばかりで自信なんか持てないよ Oh my god ずっとずっと反省会こんな格好で会っちゃうなんてずっとずっと大好きなのによそ行きの顔で会いたかったのに可愛い曲なんかキュンとするわ可愛いわほんまにOh my god だってだってあなたがいた闇によってこんな状況でだってだって女の子だもん可愛い私で会いたかったのにあなたが笑う君らしくて君らしくて好きさ この歌めっちゃ好き フレッシュすぎるぜスーパーフレッシュじゃないスーパーフレッシュだよこりゃSKEのライブ見に行きたいんやけどめっちゃ見に行きたいして家を出たよいつもの通学路君とすれ違うのはあと5分坂道のあの踏切これ何の音だっけ降りた遮断機の向こう横一列なんだっけ冬の踏切と腕時計をやばい死にそうなってきたキュンでキュンキュンしすぎて死にそうなってきたあー胸が締め
僕は早起きをして家を出たよ。いつもの通学路、君とすれ違うのはあと5分。坂道のあの踏切、降りた車内機の向こう、横一列冬の制服たち。君は自転車で片足ついて腕時計を気にしていたよ。心の内なり続けてるときめきは警報器みたいに、青い電車が通り過ぎてく、その瞬間君のことが遮られて余計に切なくなる。初恋よ、夢をもっといっぱい見せて欲しいんだ、一瞬の僕のマドンナ。初恋よ、たとえ儚いものとしても卒業をするまで君とここで会い続けよう。これ古い方のウォークマンで聞いてた、ソニーの卵みたいなウォークマンで聞いてた、懐かしい。やがて遮断機が上がりスローモーション、君が線路渡る。僕は何事もなかったように、すぐ近くをすれ違うのさ。こんな気持ち初めてなんだ、名前さえ知らない君なのに。青い電車の午後という走行聞く、そのたびキュンとするよ。条件反射の恋、愛しさよ、君のその影忘れられなくて、この胸に痛みが残る。愛しさよ、明日同じ時間に来て、遮断機の向こう、僕は何も言い出せないもの。やば、胸が締め付けられる。入りたい。初恋よ、夢をもっといっぱい見せて欲しいんだ、一瞬の僕のマドンナ。初恋よ、たとえ儚いものとしても卒業をするまで君とここで会い続けよう。初恋の踏切で会いたいよ、それ以上望まない、毎朝の片思い。初恋の踏切で会いたいよ、すれ違う一瞬が僕の宝物。青春の青い電車。え、つらい。これなんで私この曲こんなにキュンキュンしちゃうんだろう。これ私1回しか聞いたことないんだよね、コンサートで。何のコンサートだっけな。
なんだっけな、まだまだやらなきゃいけないことがある。まだまだやらなきゃ。整理り。これかな。セットリスト。これだったかな。札幌ドーム8月7日。すげえ、43曲もやってんの。うわ、青い月が。これじゃないか。何のやつか忘れたけど。何だったんだろうな。もう忘れちゃった。何のコンサートか。うわ、このコンサートめっちゃ覚えてる。太宰をめっちゃ覚えてるわ。さや姉さんと、山田奈々さんと、横山由依さん。すごい、41曲やって本編。アンコール8曲もやってるよ。やば、ドームコンって、こうだったんだ。すご。すごいな、ドームコンサートってすごいな、規模感がすごいな。ね。ダリダリちょっと待って、神曲だ。うお、てるちゃんありがとう。服たくさん。1、2、3。50服。50服ってなんかあれるね。ありがとう、てるちゃん。てるちゃん書こう。なんか、結局、めっちゃくれてるよね。最初にもくれてたし。なべなべ、福田わらありがとう。昨日もだって50個くらいくれてたから。明らかに。ダリダリちょっと待って、前髪切ったよ。ありがとう。たくさん。合計。ふくふくライフ。ありがとうございます。ひょ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 いひょいひょひょひょいひょい。今日顔丸い。前髪切ったからか。いいじゃんね、たまには前髪切ったって。またちょっと最後の手段で決めちゃう。バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、リボンをかけてシャラララ素敵にキース。あれ歌いたい。セント行くぜ。ラー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 。
ラララララ、うふふふふ、入ってるかな。なんだっけ、お、黄金センターだ。おう。あ、入ってなさそう。え、黄金センターの今気分だったのに。メル進んだラータチ108ファイター。あ、これにしよう、久々に。スポットライト一番似合うのは、披露したけど覚えてないわ。チャイムが鳴ったら誰より先にドアを開けて外へ飛び出そう。勉強なんかできなくたってもっともっと大事なことがある。グランパのその名の中で校舎に向かって叫ぶ。自分に正直に俺は生きたい。君が好きだ、たとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしてくれないんだ。君が好きだ、どんな過去悪くたって溢れるその想いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたいことは言わせてくれ。世界で一番好きだ。タタタタタタタ、マドリスズナリ、野獣馬たちよ、耳の穴をかっぽじって聞け。天才なんか構わないんだ。ちゃんとちゃんと伝えなきゃいけない。こんなに大きな空、大の字に寝転び叫ぶ。後先考えず俺は生きてる。君が欲しい腹の底がないもの、何か隠して偽りたくはないんだ。君が欲しい、どんなの引きされたって、正々堂々とぶつけてみる。もしも頑張れても途方に暮れるより、悔いはないさ、中がつくほどネスティ。君が好きだ、たとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きな、どんな過去悪くたって溢れるその想いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたいことは言わせてくれ。世界で一番好きだ。チャ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 。これまたやりたいな。これ楽しかった、踊るの。これ楽しかった。ファンの人もなんかいいね。レスクだから楽しいじゃない。好きだ。
うーん、あ、これしよう。どこかで桜の花びらがはらりと風に舞うように誰にも羽ばたく時が来て一人きりで歩き出すんだ。君と会えたことが過ぎた季節の意味、その笑顔が眩しかった。一緒に行けないけど、そんなに泣かないで、僕は忘れない。君でいて、この後のね、今までってなるところが好きですね。特徴出る感じ。今まで出会った誰よりも本当に君が好きだから、自分のその夢大切にもっと守れるように。辛いことあってもうまくいかなくても、過ぎる春を数えながら寂しくなるけれど、未来を信じれば僕は頑張れる。どうも何があったってここに来る。卒業はスタートさ、永遠の道のり。今は悲しみに暮れてもずっと手を振る君でいて。チェリーブロッサー何度咲いても今日という日も忘れはない。10年後にまた会おう、この場所で待ってるよ。今よりももっと輝いて、卒業はプロセスさ、再会の誓い作り、燃え尽きる恋よりずっと愛しい君でいて。どこかで桜の花びらがはらりと風に舞うように、誰にも羽ばたく時が来て一人きりで歩き出すんだ。もっと君を守れるよ。春にやりたくなる曲です。なあちゃんとやりたいな、これ。なあちゃんこんで合いそうだよね。でもまあ卒業じゃないか、言うて。なあちゃん、NAB のカップリングをいきます。バッThank you.
葵ちゃんが好きなやつ、これ。太陽が背中向けて君を連れ去ったんだ。校舎の斜めの影が僕の心に刺さっているよ。告白をしない方がよかったかもなんて。落ち込む僕に振り向いて、でもありがとうって君が言った。グレーの制服が眩しかった、あたりは暗いのに輝いていたはず。恋さ、片思いよりも僕は思い出を選んだんだ。君の素敵な笑顔は最高の収穫さ。なぜか叫びたいほどすがすがしい。じゃ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 ん、こんばんは。ミラボありがとうございます。トミカです。ミラボありがとう。遠くから眺めててもわからないことが、勇気を出して近づいて、美しい真実が見える。マジゴールに達成してる。マジ、え、強い、え、ほんまに嬉しいんやけど。いえ、ありがとうございます。え、マジ嬉しい。え、マジ来た。両思いよりもずっと永遠に続くだろう。それらは惜しみじゃなく本当のことなんだ。痛みはあったけれど愛の意味を学んだ。出会って恋をしたこと、いつか大人になってきっとしたい。ありがとうございます。ふくん、ありがとう。え、フェーズ2いった。え、ペース良くない？頑張ろう。フェーズ3いけそうっす。頑張ればいけるな、これ。やった。トゥルトゥルトゥルトゥ、やった。思いよりも僕は思い出を選うなんだ。君の素敵な笑顔は最高の収穫さ。向き合い見つめ合って気持ち伝え、叫びたいほどすがすがしい。めっちゃいい歌詞。やば、やばい、月くすぎる。いい、いい曲や。てててて、え、待って、フェーズ2合格し、合格っていうのかな、達成したんかよ。福田あかりがいない。
なぜか叫びたいほどすがすがしい。じゃ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 ーん。おお！じゃん。あ、これ。あ、マイハも達成してる。モギさんも達成してる。福田あかり、達成済み。2個。やったー。これ、マイハもうすぐフェーズ2も行くね、これ。すごーい。大竹ひとみさん全部言ってる。すご。中井理香さんも全部言ってる。すげー。ありがとうございます。来た。めっちゃ嬉しいんやけど。嬉しい。ありがとう。うれぴー。ててでー。おー。やばありがとうございます。ふくふく。ふくふくふく。頑張りましょう。おやすみメール送ろう。おやすみメール送ろう。ふくありがとう。ふく集めてます。ふくのギフト。今日の分もらってない人ぜひチャレンジからもらってくださいね。何くん、ドライヤー。チャレンジからぜひ。服を、くださいませ。ありがとう。もらってきた。投げまして。ありがとうございます。こっちに見えてます、ちゃんと。メール送るね。メール取ってくれてる人。取ってない人は、取ってください、今。よし。ギャル？そういうこと？疲れんか。おやすみに。チート。今日はもうしない。ギリギリ夫人好き。ありがとうございます。かわいい10個ありがとう。抽選会の観覧今日までです。あ、申し込み？そうなのね。た思いよりも僕は思い出を選んだんだ。君のすな笑顔は最後の収穫だ。トトトトト。向き合い見つめ合って。今めっちゃ、今めっちゃ謎かけ考えてるから今。ごめんね。顔が、どっか行ってるよね。
よし。すごい。できた。できたよー。送ったよー。今日マジ顔丸いな。おもろいな。なんで丸い顔してあげようか。まず前髪がパッツンだから、ここの隙間がないので、縦の幅が強調されてないから横長に見える。で、耳を出してないから、さらに丸く見えるという。ほら、こうするといつもの私でしょ。けど耳を隠して前髪を分け目をなくすことによって丸顔になります。髪型って人変わるね。大事だね。夢はガラス瓶の舞台裏視聴しました。あ、STA プライムのやつ。あれ何だった？どういうのだったんだろう。私 STA プライム入ってないから見れなかった。服ありがとう。夢をガラス瓶に入れて海に流せばかなうかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように。明日ツイートしよう。STA プライムで夢はガラス瓶の中にの舞台裏が公開されました。ついでに MV のミュージックビデオの視聴回数も伸ばしておいてくださいってツイートしよう。覚えとこ。願いの強さとは、めぐりめぐった距離、遠いあの頃の祈りさえ閉じ込めた純粋な気持ち。犬の遠吠えが聞こえる。わー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 。やばい、誰か捕まってる？それか救急車じゃなくて消防車。純粋な気持ち。カリメロ服10個ありがとう。うわ、服20個ありがとう。うわ、服30個ありがとう。もう服40個ありがとう。いい、服50個ありもう下がれなくなった、これ以上。すごい。服まみれに。おー、ありがとう。服タワーだ。カリメロ服タワー。ありがとう。服。かありが服タワー。
ふくふく。ありがふくふくタワー、ありがとう。ふくふくタワー、ありがとう。川ちゃんと自分のもとに帰るように波が少しずつ運んで地球一周できるかも。ありがとう。こちらこそ少しずつね近づいてるフェーズ3に。またおーんって言ってる。いや今イヤホンしてるからあんま外の音拾ってないか。すごいね、おーんって言ってるの。おーん、もう、わわわんわわーんわわわわーんって言ってます。めっちゃイヤホンの前でクシュンした。ごめん。シュンぐらいするし。今日のギルバト何時だろう。10時20分かな。待てないな。飛沫？福ちゃんの飛沫なら大丈夫って。オンラインで飛沫感染したらもうこの世も終わりやね。終わった終わった、何のためにここまで来た。終わった、次の電車まで十分。終わった、大切な約束なのに。終わった、なんで言い訳をしよう。ルール一つだけ学んだ。ラン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 、充電ちゃんとしよう。やばい、世代がバレる。大人列車、僕はまだ乗れるまま見送りながら胸の奥の痛みに何が教えられる。うわ、久々にこれ歌えるかな。もう忘れてるかも。これめっちゃ久々だけど2年ぶりぐらいの歌う気がする。愛うくらさがいそうか、当てに決めてた言葉より伝わるでしょう。瞳の奥でささやくわ、あなたが大好き。まばたきさいう。やばい、覚えてるかな。見せないとこ。あー、どこちゃん覚えてる。かわいい。ライバルが多すぎるのが学校中にファンばかり。校庭を歩くだけで窓辺に鈴なりの女子。どうかねすれ違ったらチャンスは逃がさない。一瞬の隙を見て試してみるわ。ヘイヘイヘイ。ういうくは三回以下じゃ少なすぎる。四回は美味しい。
ちょうどいい告白、周りには気づかれないで、視線の意味がわかるはず、私を覚えて、ファーストメッセージ。あ、かわいい。放課後からこの子守りは、放課の学校、女子がいっぱいで、サッカー部の練習終わり、出待ちするファンミーティー、順番ただ待ってたら、何も始まらない。目の大きい祈ってみるわ、あれを。ういうくは三階層があってに決めてた、印象に残るかな。左目の方が得意だって思う言葉より伝わるでしょう。瞳の奥で囁くわ、あなたが大好き、またたきさいう。あー、この MV、この MV マジで好きすぎて一生見てた。可愛いよね、この MV。 私こっちの方が得意だわ。記憶は三回一回じゃ少なすぎる、四回は多いし、三回くらいがちょうどいい告白、周りには気づかれないで、視線の意味がわかるはず、私を覚えて、パーストメッセージ。あー、ラコちゃんになりたい。私もあんなロリな時代なかったからな。STU あんまりカップリング入っとらんね。夢力とか歌いたいのにから入っとらんわ。じゃんねん。じゃあ私がいつも一生低すぎて歌えないけど大好きだから一番だけ頑張って歌う曲歌いますか。久々に。やりたい。 STU でも ペダル高いね。まあペダル取りでまあまあまあってなる。風が止んでしまった日はなぜか知りたくなるんだ。知らなきゃ地球が回らなくなるよ。校舎の窓に反射した空の雲は止まってる。自分の方が動かなきゃ欲しいものは手に入らない。君はずっと会わないままクラスメイトの一人で仲悪くなんてないけど、そんな親しいわけでもない。誰にも相談できずに遠くから思ってるのに、一年過ぎても全然僕たちの距離は埋まらない。何か聞こえないか、恋の足音だ。 Oh yeah, oh yeah。春はどこから来るのだろう。だってね、不思議じゃないか。
木枯らしに凍えてたのに、ある日突然気づくんだ。通学路の桜の木がいくつか芽吹いてることに、そういう感じでやってこないかな、僕たちの春。あ、これ好き、これ好きやけど喉が死ぬ。マジでこれ NGT さん歌って踊ってるよね。マジですごいと思う。これは出ないわ。すごい。うわー、悪とちゃん卒業発表、びっくり。新学期やね、もうすぐって感じがする、この時期。あ、急に高くなった。急に息を触らせてよ、どんな感じなのか、興味があるのよ、男の子って不思議だね。これはカホで覚えました。カホたる歌うやってるのを見て覚えた。カホが私の中で本家。今日のバッグなんだか重くて、そう確かに飛んで欲しかった。だからちょっと頭を絞ってハートを作ってみた。息おねだりするの服着、急に顔を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましすぎてみたいのよ、どんな感じなのか、ワクワクしてるわ、上腕にときうってセクシーだね、コーナーを持って。おー、これはすごいな。これがソロ曲になるようなアイドルに私もなりたかった。そうなるって信じてた、小さい頃は。楽しくなってきちゃった。てかお腹空いた、なんか食べよう。次歌ったらなんか食べよう。お腹空いたよね、みんなも待ってたもんね、私のこと。恋する充電プリウス、ポニーテールの日は私とあるんだよね。チャンスの順番もやりたいな。この瞳、この瞳、うん、唇、そのすべて。ビーガーデンもな、ちょっとやりたいよな。僕だけのバリューにしよう。これね、ソロイベでやるか迷ったんだよね。お、ミケちゃん、福田原5個ありがとう。ミケちゃんだけのバリューですね、私は。違いますか？あなたの君だけ、僕だけのバリューになりたいです、皆さん。してください。お願いします。皆さんも僕だけのバリューにしてください。
そろいめでやろうか迷ったんよ。休み時間に女子が雑誌めくって喋っているよ。小さな穴の中端っこに座って笑ってる君、うちのクラスで人気投票しても上位じゃない。勉強とかスポーツも中くらいで目立たないタイプだけど、なぜかずっと気になるんだよ。そうどこにいても君がいい。どんな世界中の美女たちより比べられないくらい君がいい。恋は自分だけのダイヤモンド、勝手に見つけるものさ、それぞれのバリュー。ギフトありがとうございます。ありがとうみんな。あーかりん、あーかりん。レアの知らないそんな遠い距離の二人なのに、僕はどうして君に惹かれるのかと考えてみた。日差しのように穏やかな微笑みに癒されるな。どんな時ものんびりでマイペースなぼーっとしたタイプだから、僕はそんな可憐な花を守りたくなるんだ。君以外目には誰も誰も映らない、ただの石ころだよ。君以外僕は通り過ぎてしまうだろう。やっと見つけたもの、たった一つのバリュー。この曲一番好き。え、わかる。私ももう人生のテーマソング、わかるよ。伝わるだろうか切ない僕のこの気持ち、誰がどう言ったって最高に好きだ。君がいい。どんな世界中の美女たちより比べられないくらい君がいい。恋は自分だけのダイヤモンド、勝手に見つけるものさ、それぞれのバリュー、僕だけのバリュー。これ好きやわ。これとシンクロときめきやるまでやめれんな。みなしんやき110個ありがとう。今日めっちゃバリエーション多くない？ NMB も HKT も LGT も SKE も AKB も歌っとる。 SDN が歌っとるけど、まあいいや。とりあえずお腹空いたからご飯食べよう。でも今日別に何も買ってないからな。インスタント食品だよ今日は。昨日奮発して鍋しちゃったからさ、今日はどこも寄らずに帰ってきたんだよね。何にしますかね。カレー、カレ
かな。カレーのルーと中華丼の素と白ご飯と高菜ピラフとうどん冷凍うどんとうまかっちゃんとチキンラーメンと、まあ、カップラーメンは何個かあるよ。あとそば、あ、そば、そばにします。そば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 になった。気持ちが、本当に好きだ君以外。くだわらたわ、くろみん STU 桃鉄はダイヤモンドホール当選したから、その時までに親身の調子を万全にしまっきゃ。え、大丈夫、大丈夫か、療養してしっかり。大丈夫、今年も私が服を届けるからね、クロミン。ありがとう、福田わらたわ。ダイヤモンドホール楽しみだね。椅子あるといいけど、スタンディングかな。大丈夫かな。うらー、わらーたわー、ありがとう。ふく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 、ありがとう、くろみん。名古屋早く行きたい。てか名古屋の期間ゴリゴリにマンボウじゃない？もうマンボウほんまに、いやいや、やだ。大丈夫かな、開催できるといいけど。もうただでさえツアー2日しかないのに、福ちゃんのおかげで大丈夫になると思う。文字が大きい方が嬉しい。今度からもう大きく書くね。よいしょ。夕食難民になる。いやマジネカフェしか空いてないもんな。なんか今まではさ安くて美味しい店を知ってる人が強かったけどさ、なんかもうどんどんさ、なんか緊急事態宣言とかマンボウでも12時ぐらいまで飲める店知ってるマウントみたいなのもなんかありますよね、きっと。それの、それ通の人がもう出てきてそう。3分だって。後乗せ3分。君がいい。須田君面白かった、嬉しい、ありがとう。遅くまでテイクアウトするとか確かに大事。もうコンビニしかないもんな。コンビニで食べるしかないからな。あ、3分頼みます。もうすぐ10時や。ありがとう。
確かにお仕事遅い人とか全然ご飯食べれないよね。もう頑張ってほしい。服、大阪ならスーパー玉での操作遅くまである。スーパー玉でって聞いたことある。なんかすごい黄色いとこだよね。こんばんは。なんかすごいんだよね。私まだそう行ったことないけど、なんか知ってるよ。なんか知ってる。安いんだ。黄色い激安スーパー、パチンコ屋の店みたいな感じなんだ。まで スーパーで団地域性出るもんね。疲れんか。君以外目には誰も何も映らないよ。ああでも君以外何も映らないよ、ただの他の女はただの石ころだよってさ言うけどさ、例えばそのさ男の子のことをさ好きな女の子がいたとしたら辛いよね。ああ私はこんなに何々くんのこと好きなのに何々くんは何々ちゃん以外のことは石ころだと思ってるんだみたいな。やばい、月9だ、三角関係だ、ときめいちゃった、キュン。今日歌の歌詞にときめきがち。深いのかな、話深くはないと思うけど、青春だよ。なんかね、目線を変えると切ないですよね。こんばんは。キュンポイントなんかって、いやもう語彙力ないから何でもキュンとかときめいたとかもう手記とか、あのあれだから、冠婚葬祭で感情を表すから、あれだから、結婚したいとか、あー好き死ぬとか、冠婚葬祭で表しちゃうからね愛を。あ、貫通服10個ありがとう。服玉まみれ、3分経った、ありがとうみんな、私のタイマーより優秀、さすがだ。あ、鍋焼きうどんもありがとう、嬉しい、出来上がった、いただき、じゃーん、卵乗せたいけど卵ない、あと45秒、嘘、食べてるうちに45秒経ったと信じて。ちなみにこの天ぷらはドゥルンドゥルン派です。みんなはサクサク派かな。ラブレター、怒られる、測ってないと、怒ったことある、怒ったか。貫通服チェックありがとう、いただきます。久々そば、うん、先の、あ、先のせです。服めっちゃ持ってる。カップラーメンのそばってそばなのに結構味濃いからバグる、頭が。そばってほぼ無味なイメージだけど、開けましておめでとうみんな。小腹すくよねこの時間、わかる。
だし西日本かなだと思うよ。製造所こぼしそう、ちょっとわからん。日清食品株式会社大阪市淀川区だって。西日本だね。フィルム透けちゃった。こんな色です。汁西日本でしょ多分。でもこれワンチャン日清食品さんからもらったやつかもしんないね。だったら東日本のやつかな。あ、あ、E って書いてある。え、E があれば、W があればいいじゃん。 E が東日本ね。見て見て、 E だ。これもらったやつだ絶対。じゃあほら東京からもらったやつだ。 E、 これ東日本なんだ。え、じゃあ私が普段食べてるのと味違うんだ。知らんかった。ちょっと興奮。え、ここ日本、東日本じゃん。じゃあやべ、都会の味がする。濃いんだ。濃いなと思ったかも確かに。淀川区といえば重曹。重曹は何がある。暑いので水入れました。ねえ、都会や、都会だね。東京味だ。でも大阪で作ってる。いや、都会だ。プラセボ効果なのかな。ごめんみんな、私都会に染まってる。だってそばがいいだもん。 W じゃない。ごめんね。都会の出汁に溺れてる。あ、垢抜けた？垢抜けたよね、やっぱこれ食べ始めてから垢抜けたよね。カップうどん食べるよ、よく。北海道も買って帰るわ今度。 E と W と北海道で食べ比べしようかな。前髪がモデルみたいやろ。やばい、上京してる今。上京してます。
まらないで。みんなの食べてみてもうなくなるけど、これが都会の味だよ。はい。どう？都会でしょ？どう？日本人でよかった。ごちそうさま。都会怖い。急に片言。ちょっといつもの味マウント取ってくる人やめてください。いつものいつも食べてますけどマウント取ってる人が数人見受けられますけど。くちゃんが可愛すぎて辛い。溺れろ。緑のたぬき派。どっちもうまいよな。初見です。ありがとう。今そばを食べたとこ。よかったね。この生主がいるところでいるところでよく私いなくなるから画面にいないからよく今初見ですを読まれたことは奇跡だよ。いる今いたから奇跡的にカリンゴもう食べた食べたごちそうさまでした。おいかちったよー。だいたい歯磨きいっちゃうから。お、ありがとう。髪を切って一段と可愛くて美しくなってますます好きになりました。これからはもっと応援します。嬉しい。成功してる。ありがとう高博。服熊でが書くね。ありがとう。福くまで。ありがとう。くまで。ありがとう。熊手タワー。ありがとう。喜んでもらえて嬉しいです。喜びの服。福までです。ありがとうございます。ペヤング一回配信であれ食べたいな。ペヤングのめっちゃ辛いやつとかね。私でも辛いの無理だから絶対食べれないのに
絶対食べれないのに、ちょっと食べたいよね。そう、ありがちだけどやってみたいのよ。そう、なんか地獄辛いみたいな。辛いよ。いや、辛いでしょうね。ベロがビリビリになる？蒙古タンメン中卒？中卒も食べたい。でかいやつ、あ、なんか5000キロロリーみたいなやつ。でかいからよかったです。ありがとうございます。次の日めっちゃ皮むくもんかいね。辛いの全然食べれない全然ダメ。中本、中本だけど中卒って言っちゃう。あれ、激辛の時ってでもさ、水逆にダメとか言うよね。何がいいんかいね。牛乳とかかな。でももう胃がやばそう。お腹壊すもんね、牛乳って。日本人分解する酵素持ってないから。何がいいんだろう、辛い時に飲み物。マヨネーズ、蜂蜜、牛乳。ラッシー、ヨーグルト、コーラ。なんかそんな大変な思いをしてまで食べるのかやば、ユーチューバーってすごいんやな。ベロにこんにゃく巻いて食べるの。ないんだ、ペヤング。髪の毛かわいい、ありがとうございます。辛いの無理、やめよう。ペヤングはちょっとじゃあ、なんかちょっと普通にはしない。なんかの罰ゲームで、じゃあやるわ、いつか。普通にやるのは。ちょっとフェ、なんか、もったいないから、この、苦労と見合わないから、ちょっと。なんかあの罰ゲームでやろう。いつか。まずはカレーパンくらいから舐めんな。舐めんなよ。舐めんなよ。カレーパンぐらい食べれるわ。食べんな。赤ちゃんだと思ってるでしょ、私のこと。キムチ好きよ。星の王子様カレー。取れ高ないと食べないです。スカレンコン。カレー食べたくなっちゃったじゃん、ちょっとだけ。
できる場と始まりカレーのあのお土産好きだ、中村屋のカレー、カレーせん、カレーおかき、カレーせんべいみたいな、愛知かな、どこだろう、わかる、銀座カリーカレー好きなんですか、カレー好きやね、東京のお菓子かな、あれ美味しい、あ、新宿の中村屋、あ、そう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 、あれ美味しいよね、あれお土産でもらうとめっちゃ嬉しい、新宿か、ギルバトします、ちょっとまた都会マウント取ってくるお土産だから憧れとんやん、中村屋に、どこでも売ってるよ、お土産屋さん、東京 のお土産だから、空港とか駅とか、しかもあれ小分けになってるからめっちゃいいんだよね、食べきりやすい、まあ、イメージで言うとあのカップあのあれだな、おにぎりせんべいの小分けになってるぐらいの海苔、ねっちゃんゲームベアありがとう、ゲームベア珍しい、ありがとうねっちゃん、ありがとう、みんな可愛いよ。Thank you. Thank you. でも友達とか会社の人とかにさ、なんか、あ、君何々出身だったよね、あそこ今度行くんだけどお土産何がいいかなって言われてさ、答えれんくない、自分の県のやつ、自分の県のやつはあんま買わないもんだって、別に実家帰る時に私お土産持って帰るタイプでもないし、なんか困るよね、でもたまに聞かれるよね、半年に一回ぐらい誰かに聞かれるよね、全然答えられないえ、頑張って答えても、あーみたいな、微妙な感じ、なるほど、あ、ありがとう、まあ、うん、あ、なんか、え、めっちゃいいみたいな反応は返ってこないんですよ、でもじゃあ聞くなよって感じですけど、でも分かる、聞いちゃうもん、私もあれって誰も幸せにならないですよね、あの方言喋ってみてぐらい地獄になりますよね方言喋ってみてと、やっぱあの、やっぱ地域系はね、気軽に話を切り出せるけど、自分が話を広げられないから結構しんどいとかありますよね。缶詰服10個ありがとう。え、そうなんよ。広島のお土産たまに聞かれるけど、もみじまんじゅうって言っちゃうんだけど、もみじまんじゅうなんて小学生でもわかるんよ。だけどマジでもみじまんじゅうが一番間違いないんだもん。いいんだろう、だから八作大福とか言うのと、あと揚げもみじも言うね、生もみじ食べたことないな、でもさ、なんかコアなやつ言ってもなんか微妙な反応されるから、イカ天とかもね持って帰れるから
いいなと思うけど。お土産って買わんくない？そんなに人生において。買う？誰に買ってんの？会社か。八朔ゼリーも美味しいし、でももみじまんじゅうがね一番いいんよ。広島行った感あるし、1個100円ぐらいだし。もみじまんじゅう嫌いな人あんまいない。結局ね、そのわけわからんクッキーとかチョコを買う羽目になるじゃん。必要無事ないんじゃないかな、分かんないけど。私駅でよく必要無事ありますかって聞くけど、必要無事の会社に今ないですっていつも言われる。瀬戸の花嫁歌って、瀬戸の花嫁歌ってのリクエストおもろいな。何なんだっけ、やっぱ瀬戸内の妹しか出てこない。瀬戸内の妹よ。瀬戸の花嫁どうなんだっけ。あ、瀬戸は日暮れて分からん。夕焼け小焼け、瀬戸は日暮れて夕波小波、ちょっと待って。でも瀬戸内の妹が私一番自分の折り曲、折り曲、自分が折り面の曲の中では一番歌いやすいかも。あなたの街へお嫁に行くの、若いと誰もが心配するけれど、愛があるから心配ないの。だんだん畑がなんだかんだこれ結構聞くからな、瀬戸内住んでると。岬への坂道をどれだけ一緒に歩いたか知ってんじゃんって。まだ幼い手を引いて遠ざかる夢を見た、大人になんかなりたくはないと化粧とかしなかったのに、久しぶりにちゃんと話した時綺麗になっていた。瀬戸内の妹よ。あ、私が声焼けした瞬間に回復したな。うん。いい人に出会えたら、そう声をかけただけで涙にじんでくる。あ、ドラゴン出たぞ。しゃ、パンパンできた。
ちゃん可愛くてよきですね。ありがとう。 STU の推しにしてくれ。ふく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 。勝てそう勝てそう。ギルバとみなみとみちゅとゆみこがいます。今日ねギルバとね、昼はどうだったかなちょっと忘れちゃったけど、夕方7時台もね勝ったしね、いい感じですよ。さらに可愛い、ありがとう。こんばんは。そう安定の4人です。まひちゃん来てくれたらいいのに。まひちゃん意外と強いからね。勝てると思う。あ、あと1回で勝てるよ。攻撃、体の疲れが取れない。どうすればいい。うーん、足の裏に尻尾張って寝る。勝ったー、イエーイ。ごめん、殴ってんじゃない、こうガッツポーズ。殴られたと思った。勝った。あ、今日全勝だよ。やったー、調子いいっぽい。イエイ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 。ぐんぐんぐんし、ありがとう。ふくふく、めっちゃくれてる。あ、化粧品検定ね。あ、取った取った。でもあれネットで全然ピピッてっていけるやつだった。うわ、めっちゃ服くれとる、ありがとう。めっちゃくれとうじゃん。ぐんぐん、スマホケース普通のこれよ。うわー、福田わらもありがとう。待って、フルコースじゃん。ぐん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 、フルコースじゃん。ぐん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 、フルコースありがとう。フルコースって初めて使ったよ、私多分ショールームで。フルタワーじゃん、福田のすべてタワーじゃん。すげえ、めっちゃすごいんだけど。ありがとう、ぐん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 し、ごめん、一回もちゃんと名前読んであげなかった今。ぐん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 、ありがとう。すごい、やばい。ぐんぐんぐんしをあのぷっくりぷっくり文字で書こうとしたけど、詩が難しすぎて今めっちゃ後悔してる。むずい。普通の文字で書けばよかった。ぷっくり、今日なんかぷっくり文字になんか今日書いちゃう日だけど、詩がむずい。あ、いけないけど。福田わらと、リップの色が全然ない。
ありがとう。なんか看板みたい。今日上手な日かも、いつも以上に。ぐん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 し、ありがとう。ごめんね、死がめっちゃ苦戦してるけど、死をいつもありがとう、こちらこそ。いや、死がやばい、もう血迷ってる。すげえ、タワー3つ分ぐらいふくふく投げてくれてる、ありがとうございます。ありがとう。死血迷ってるよね。そうなんだよ。ありがとうございます。ウェルカムボードみたい。パチパチ。そしてルームも優しいというね。パチパチ。シガワの水位は大丈夫です。え、琵琶湖やばかったの？よかったね。大丈夫になって。あと10分15分で終わろうかね。今日いつもより可愛い。イエーイ。嬉しい。褒められちゃった。ありがとうございます。美容院行ってよかった、みんな褒めてくれたし嬉しいです。こんばんは。もう木曜日ぐらいになったかな。お、火曜日だ。服ありがとう。めっちゃ服持ってるよね。めっちゃ服持ってない？そのピンクの服ってすごい、めっちゃゲットしてるけど、すごい、なんで？え、なんかその小ゴールドを購入したらそのピンクの服もらえるとかなの？すごい、めっちゃ持ってる感じさん。さすがに木曜日じゃない。ありがとう、すごい感受。ありがとうございます。増量キャンペーンしてるよ。あ、そうなんだ、なるほど、すごい、そういうことか、すごい魔法みたいに投げてくれました。ピンクと赤があるね、服は。枕になればいい、光はいらない、星たちよ。ピンクいっぱい持ってる人いるね。ありがとうございます。うん、本当だ。だるままありがとう。ピンクを投げてくれてるみんな、ありがとうございます。ウルピーナッツ、前髪サラサラじゃん、やろう。枕になればいい、光はいらない、星たちよ、出てくるな今は。一つのうふふふふふふ。あかりこ、
やっとさん、ありがとうさん。あ、電波組のライブ行きたい。北海道気をつけてねって。北海道の準備しちゃった、もう楽しみすぎて、楽しみすぎて、もう昨日北海道の準備しちゃいました。しちゃった、うん、楽しみ。自由時間あるか分からんけど、ワクワク。お土産買ってきてあげるね。笑顔かわいい、ありがとうございます。ミツバチも入れた、結婚してミツバチ写真撮りたい。北海道で行きたい場所1位は北海道文化放送です寒さ対策していく。だから普通のコートの中にウルトラライトダウン仕込んでいくけん、それでいいやろ。足は生足じゃないし、もちろん。ね、北海道靴はマーチンで行く。恐怖軍曹の帽子も持ってく。空港に着いたでっかいぞって叫んでください。絶対叫ぶね、聞いててね。番組出るのかな、出なさそう、どうなんだろう。私は出ないかも、どうなんですか ランキング読もう、楽しみですね、北海道ランキングやります。ありがとう、見てくれた人フォローしてください。ぜひ Twitter とインスタもフォローしてください。メールも受信してください。ブーちゃん配信ありがとう、リアル話会ありがとうね。赤リンゴ可愛かったの、いろいろと話したい、話したこと、早いこと実行します。お屋敷頼んだなんかお屋敷。ゆうた、お帰りなさいませ、福田様。ご飯にしますか、夕飯にしますか、それともディナーにしますか。いや、それ全部ご飯やん。今日の夕飯はご飯と白飯とライスです。全部ご飯やん、一緒っちゃ近いし、ありがとう。たか、今日の福ちゃん最高に可愛い。いつも可愛いけど。じゃ、可愛いよ、更新しちゃったってことかな。ねっちゃん、ありがとう。ありやし、お疲れんかん、今日も可愛い福ちゃん、楽しい時間ありがとう。
あったかくしてツアーへ。では、いやもうぬくぬくで行きます。飛行機の中で汗かくぐらい。ミケちゃん、ありがとう。ありやし、あ、あれ？なんだ。てるちゃん、ありがとう。かんじゅう、ありがとう。かんじゅうって言っちゃう。かんずありがとう。くろみん、ライブやお話し会だけを楽しみに生き耐えてるので、なんとか無事に開催されることを祈りまくる。いや、祈ろう。私も、もう誰よりも、コロナ撲滅を願ってるから。誰よりもってか、みんなそうだけど。マジで。生きような。カリメロ、めっちゃ前髪いい、可愛い、北海道楽しんできてね。まだまだまだ、3日ぐらいやるけど、まだ。ありがとう。カヒロ、28、福ちゃんのやるから楽しみです。これからも頑張ってください。頑張る。28楽しみだね。マジでワクワク止まらんの。1位は、ぐん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 。ぐんぐんぐんし。ありがとう。というわけで、よいしょー。よいしょ。はい、というわけで、私が福田はって言ったらストーチって言ってください。おにわさと福田はストーチ。3度の飯はどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田会でした。皆さん、今日も一日ありがとうございました。お疲れんかん、おやすみんみんゼミでーす。お疲れんかん、明日も頑張ってー、お仕事、学校などなど、頑張ってください。応援してます。それでは、ありがとうございました。ふくふくギフトとかもたくさんありがとうございました。コメントもありがとうございました。見てくれてありがとうございました。またねー。